はい、ドロップドカウス中村和也です。本日は366日作詞作曲チャレンジのサブスクにあげる選曲調査となっております。実は、1個前に上がったのが第47弾ということで、2022年4月の8日ということで、だいぶ日をまたいでしまってるんですけど、一人にね、その理由はアレンジャーさんがもう全然見つからなくなってきたので結構こう停滞してたんですけど、じゃあまあ俺が作ろうかっていうことで、作詞作曲アレンジミックスでマスタリング、まあ、レコーディング、まあ、全部ね自分でやったっていうバージョンを本日サブスクに上げて上がりますので、そちらをねまず先行視聴動画という形で聞いていこうと思っております。で今回は、いつもね、カモさんに絵を描いていただいてるんですけど、新たな絵描きさんということで、エオムさんにね、これから、ちょいちょい絵を描いてもらうことになりました。この方は、結構 TikTok で画が描いてある方で、見てもらったらわかる感じ、結構ちょっとグロティスクな感じの得意としてあるそうです。果たして、ドロップドックワークスのね、この世界観に、どういう風な融合して、いい感じをね、もたらしてくれるのか、楽しみやなというところなんですけども、第48弾目として本日サブスクにアップされる音楽なんですけども、366日作詞作曲チャレンジのナンバー13になります。全体のナンバーです。本日は聴いていただきます。でこの曲はもう13番ってことなんで、まだ1月に作った曲よね。そう、2020年の1月13日に作ったっていう、まあ、そのチャレンジの中でも相当早い段階に作った曲になっております。でこの曲がどんな曲かっていうと、ジャンボリー、まあ、フェスティバルみたいなことやねんけど、もう星空めちゃくちゃ綺麗な、例えば長野の八村みたいな、めちゃくちゃ星空綺麗なところで、まあ俺そんなにめちゃくちゃ綺麗なところ見たことないんで、都会でしか見たことないんで、多分そういうところで見たらもうほんまにもう満天の星空すごいんやろなっていうところで、もう星座がフェスティバルしてるようにいっぱい見えるんやろなっていう、そんな綺麗な夜空の中、隣にいる好きな女の子にプロポーズする、そんなニュアンスの歌となっております。その結構もうラブラブな感じのつもりで作った歌なんですけど、特に俺がいいことを書けたかなって思ってる歌詞は2番の A メロになります。貫く手が教えるのは、ぬくもりごと君を愛している僕のこの気持ち、冬の夜空を見上げている君の目にきらり涙が光る、まあ、この寒い中でね、天体観測してるわけだから、こう手つないだら暖かいよね、そのぬくもりで君を愛していることを実感するよと。でね、その横ちょろっと見たら綺麗な星空を見て泣いている君がいると、このタイミングで言うしかないみたいな気持ちになったんだろうなとは、そういうふうに思います。ちゅうわけで早速、天台のジャンプ、みんなで聞いていきましょう。これが今日の夜、深夜0時になったら、多分上がるはずです。それでは行きましょう。夜の鐘メランコリーは消えてくポルクスに会いに行く、イエイ、Yeah.
欲しえるのはぬくもりごと君を愛している僕のこの気持ち冬の空見上げている君の目にキラリ涙が光る天体のジャンボリー君といるこの奇跡嬉しくてブライトリー今叩いてベテルギウス背中をつるイエイというわけで次の動画もね上がりますので、ご覧になっていただけたら幸いですということでね本日の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。